皆さん、こんにちは。今回は、コンプレッサーやリミッターといったダイナミクス系のエフェクトについて解説しています。コンプレッサーやリミッターというエフェクトは、例えばリバーブなんかと比べると何に使うのか分かりにくいエフェクトでもあるんですが、簡単に言うと、オーディオのボリュームを制御するためのエフェクトです。では、実際に例をご覧いただきましょう。まず、今こちらの Adobe Audition の方に立ち上がっている音声ですね。これ聞いていただくと、 そーっと扉を開けると、そこには、驚きの光景が広がっていた。はい。まあ、私の声なんですが、えー、特にこうしたセリフのような音声の場合、えー、部分によってボリュームに大きな差が出てきます。例えば、これで今の例だと、声を張り上げた部分、えー、ここはもう、えー、歪むギリギリの音量になってますので、えー、全体のボリュームをこれ以上一括してあげるわけにはいきません。えー、そうなると、えー、前半のこの、 ボリュームが低いところですね。こっちだけボリュームを上げるってことになるんですがそういった作業をある程度自動でやってくれるのが例えばコンプレッサーというエフェクトになりますでは実際に例をご覧いただきましょうではオーディションの内蔵エフェクトの中からチューブモデルドコンプレッサーというのですねこれ真空管機材をシミュレーションしたようなコンプレッサーなんですが じゃあこれちょっと設定を作りまして、えー、ちょっときつめに設定をかけてみます、はい、ではこの波形の変化にちょっと注目していただきたいんですがこれを適用するとはい、えー、このようにさっきに比べてボリュームの変化が少ない真っ平らな波形になりました、えー、ちょっと音量を上げて聞いてみますとそーっと扉を開けるとそこには驚きの光景が広がっていた はいえー、先ほどのですね小さい部分と大きい部分がかなり平均化されて、まあ、聞きやすくなったかと思います、えー、例えばナレーションなんかだとまあこれぐらいきつくしてしまってもいい場合もあるんですが、まあ、セリフのような感じだとこの強弱がですね、えー、なくなってちょっとニュアンスが台無しになってしまうので実際に使う時にはそーっと扉を開けるとそこには。 驚きの光景が広が広っていた、えー、こんな感じで、えー、ニュアンスを生かした多少ボリュームの変化も出つつも、えー、聞きやすく揃っているというあたりを探して設定することになります、えー、ダイナミクス系は特に人間の声には非常に効果の大きいエフェクトですのでぜひ、えー、本誌の方もご覧になって活用法をマスターしていただきたいと思います